どうも皆さんこんにちは、三浦です。相当久しぶりの実写ということで、まず一発目、このプニプニ納豆、ゴクって書いてある。ゴクだね。本物ではない。いや本物ではないでしょこれ。ゲットしてちょっと確かめてみよう。中身、中身知りたい。うん、さあじゃあやっていきます。この UFO キャッチャー自体もね相当久しぶりなんで。お、どうだこれ一発目。あ、いいとこ行く。いや、ちょっとこっち足らない。あらららら、こっち足んなかったな。しっ、どうだこれ。あ、でもちょっと、お、あー、そっち行っちゃったか。あらららら、あ、これちょうどいいじゃん。くんじゃん。おー、持ってる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 。おー、これいく。お、マジで。ちょ、持ちすぎじゃないこれ。あ、でも、いた。え、お、取れた。こんなに安定的に掴むってある。出てきた。出てきた、ほら。早っ。これもう、ほら、もう完全に納豆だよ、このパッケージといい。そうですね、パッケージ納豆ですね、うん。あ、でも食べ物ではありません。あ、書いてある。口に入れないでくださいって書いてある。本当の納豆かなと思うんで、ちょっと開けてみようか。納豆の匂いがするんですかね。ご来店くださいまして。なんかね、多分予想としては塗り消しなのかなっていう。はい、塗り消しなのかなって感じ。懐かしい響き。その箱もまんまです、ね。いや完全に納豆。納豆ですね。ガバガバだけどこれ。見えちゃった。お、出てきた。ガバガバで見えちゃった。うわ納豆。ああ、これあれだ。どういうことですか。一応なんかこのちょっと開けるか。スクイーズだねこれ。あ、匂いは納豆じゃない。匂いはついてない。僕触ってもいいですか。どう？感触。気持ちいい。は、初スクイーズ。初スクイーズ。知らなかったよね。知らなかったから。もう説明したけど。うん。あ、でもちょっと納豆っぽいっちゃ濃いな。納豆っぽい？納豆っぽい。いるこれ？いや、いらないです。いらない？はい、ということでプニプニ納豆のスクイーズ、はい、ゲットしました。いいですね、納豆好きはたまらないね。納豆好きはたまらないかもしれない、はい。